上市警察署によりますと、今日午前11時前、北アルプスの標高2860メートルの朝子岳で、登山者が雪崩を目撃し、警察に通報しました。雪崩が起きたのは、朝子岳の西側斜面で、幅およそ30メートル、長さおよそ600メートルの規模にわたって、スキーをしていた人や登山者が巻き込まれたとみられます。これまでに男性4人、女性3人の合わせて7人が雪の中から発見され、ヘリコプターで病院へ運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。北アルプスはここ2週間ほどの間に新雪が降り積もり、標高2450メートルの立山室堂では積雪が2メートル余りに達しています。また、マサゴ岳のほか近くの斜面でも別の雪崩が起きていて、県警が巻き込まれた人がいないか確認を進めています。警察や山小屋